本動画をご覧いただきありがとうございます。流れ雲旅ぶらり。この動画では川口浅間神社をご紹介したいと思います。どうぞ最後までご視聴くださいませ。日本一の標高を誇り誰もが知っている山といえば、そう、富士山です。山梨県と静岡県にまたがり、周辺に素晴らしい景観を与えてくれます。中でも富士五湖といえば有名です。その一つ、河口湖。その北東部には富士信仰の浅間神社があります。川口浅間神社、三坂山地と富士山の間に位置し、富士山との間には川口湖があります。大鳥居の奥には大きな杉の木が並びます。その先に手水舎と随神門。そしてその奥には拝殿と御本殿があります。拝殿の前は庭園のようになっていて良い雰囲気です。そしてそこには大きな杉の木が立っています。これは七本杉と呼ばれる御神木の一つ。境内奥の方へ進むと残りの6本も立っています。杉の木の群生はなぜか妙に癒しと安息を与えてくれます。さて、境内を抜けると国道137号線が見えてきます。ここから白滝林道を登った先には天空の鳥居があります。途中にはテントやコテージが並ぶまほろばがあります。ここからの富士山の眺めはまた絶景です。ちなみにさらにこの先には母の白滝と父の白滝があります。浅間神社は各地に存在しますが、有名どころはやはり富士山近辺にあります。ただその中でもこれほど綺麗に富士山が見晴らせるところは実はあまり多くはありません。川口浅間神社の創建については平安時代、貞観大噴火に伴い貝でも浅間神を祭祀したというのが有力です。この天空の鳥居もその頃から存在していたのでしょうか。